こんばんは、 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今週も1週間お疲れ様でした。いや、今週もいろんなことがありましたね。ヒカキンさんの動画にあの有名人が出演などなど。それでは週末ということで、 YouTube 関連ニュースまとめ早速いきましょう。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube また音声メディア配信などの話題やニュース、また動画制作の裏話をゆるりとお話しするラジオ番組です。現在16アプリで好評配信中。スタンド FM、レック、ポッドキャストなどお好みのアプリでぜひ登録、いいね、よろしくお願いします。さて、じゃあ今週なんですけども、4月4日から4月10日までの YouTube 関連のニュースまとめ早速いきましょう。まずは注目ピックアップです。先週ですね、ウームから関根理沙さんが退所されるなど、大物 YouTuber の退所が昨今話題になっているウームなんですけども、それと相反するように今週はですね、ウーム以外の YouTuber 事務所が結構注目されていた週でしたね。例えばこちら、エッジ所属の大食い双子 YouTuber 腹ペコツインズがテレビ東京デカ盛りハンターに定期出演決定、時事 .com 4月3日。こちらビットスターの関連会社ですね。それから次、コンテンツスタジオビットスタースタスタジオが企業向け YouTube 配信用漫画動画制作の運用サービスを開始と、プレスリリースで4月10日ということですね。いやー、ビットスターさん攻めてますよね。で、あとこの後でも紹介しますが、あとバズが、ロコンドと、コラボしてものすごい売り上げを出したとかですね、そうした、ウーム以外の、プロダクション事務所の動きが今週は目立ちましたね。動画制作関連。 YouTuber メロガッパ初の MV をラスベガスで壮大なスケールで撮影したい、キャンプファイヤー4月10日。これは何かというと、キャンプファイヤーというクラウドファンディングですね。クラウドファンディングでメロガッパさんたちが資金を募ったと。ラスベガスでかっこいい MV を撮りたいと。そうしたらすごいですよ、4月10日時点で残り3日なんですが、目標300万に対して1400万超えと。いやー、ですからこの作った動画も注目を集めそうです。 YouTube アニメの戦い方とは。チャンネル登録61万、抵抗ペンギン仕掛け人が明かすヒットの裏側。はい、こちらは、スタートアップのプロットというアニメ制作会社の、制作裏話を書いた記事になります。実は高収入 YouTuber を支えるプロの裏方たち、東洋経済オンライン4月6日。はい、やっぱりですね、編集制作チームのプロ化、もしくはプロの、そういった方々の参入と、まあ今後増えていくんでしょうね。YouTuber 初のチークアニメ、ハッピースマイルドリーム、テレビ東京系キンダーテレビ、4月7日放送開始、時事 .com 4月6日。こちらは住友商事系の、関連企業のキャラクターだそうです。YouTube から育てていったと。ウェブメディア ×YouTuber、コラボした大人気のデジタルマーケティングプログラムを紹介。株式会社バズのプレスリリース。4月8日、はい、こちらバズですね、 YouTuber 事務所のバズ。やっぱりこういったワンストップの、ね、サービス増えていきそうです。 YouTube で100万再生突破、アイヌ女性を追った短編ドキュメンタリー動画、 Yahoo ニュース4月9日。こちらはですね、企業が作ったドキュメンタリー動画なんですね。で、YouTube 側も対 Netflix としては、こういったハイクオリティな映像作品というのはもう大歓迎なんですね。ですので、まあ、企業としては
ブランディングができて、かつ、そういったプロの編集とか制作チームがどんどん参入してくる YouTube、 そして YouTube 自体も対 Netflix というウィンウィンウィンの関係で、まあ、今後もですねこういったハイクオリティな映像作品、まあ、増えそうですね。七戸町で、地域おこし協力隊員に、衣食住、 YouTuber と観光プロモーターも。デイリー東北デジタル4月6日、まあ、各地で広がる YouTuber 優遇施策と。4月より新たに案件動画作成 YouTuber が仲間入りと。時事 .com 4月7日、こちらは、北海道に根ざした YouTuber プロダクションさんのリリースですね。やっぱりこういった地域をのことを動画で発信するというニーズ、増えていきそうな予感。ヒカル・ロコンドとのコラボシューズが3日で2億円売り上げ。宮迫と CM 出演決定。ゆうちゅら4月10日。はい、こちらすごいですね。数字を言いますね。4月2日にアップしたその動画なんですが、129万再生、4.3 万いいねをもらってます。そしてその実際のロコンドで発売した靴なんですが、その動画で紹介した靴はですね、まあ私が見たところ 1.3 万円ぐらいなんですよ。まあ一人で何足買ったというパターンもあるとは思うんですが、その売り上げからすると、大体3000足もう瞬時で売れたと、サーバーがダウンしたということですね。でもこれコンバージョン率で考えると 0.3% なので、実はまだ伸びしろがある感じなんですよね。これだから値段が安かったら多分もっと売れたような気はしますし、今後そのリスナーと、YouTuber のイメージとブランドのイメージがあのマッチングすると、とんでもない破壊力を出すと。インスタと同じような感じで YouTube でも、こういう案件、増える、それを予感させる事例ですね。YouTuber 炎上関連。ラファエルが弁護士の支援受け、迷惑 YouTuber を刑事告訴へ。ゆうちゅら4月6日。人気 YouTuber のラファエルさんが、まあ、迷惑行為を受けて、それを告訴すると。大悟さんもね、なんかそういった、ちょっと迷惑している話とか、この方とはまた違う方なんですけども、告訴するしないっていう話題の動画をアップしてましたね。ちょっと増えてる感じですね。ゲームチャンネルオサミンティヌス3世が音楽活動への注力を表明。ゆうちゅら4月7日。歌プラスゲーム実況っていうねジャンルを開拓した、フロンティアですけども、やはり脱 YouTube への動きまだまだ加速しそうですね。 PPAP 2020ピコ太郎4月4日。はい、ピコ太郎さん久しぶりに来ました。 来ましたね、コロナ対策の動画をアップしています。それに合わせてというかですね、コロナ関連で多くの芸能人の方が何かこう報告というかレポートというか、イベント中止になりましたといったお知らせ的な動画を出す動きは増えていて、森さん中ですとかグレイさんとかね、増えています。ミスターチルドレン、君がいた夏など MV20 本を YouTube で公開。音楽ナタリー4月7日。いやー、これはすごいですね。これはすごいですね。ミスターチルドレンさんの公式ですよ、公式。これはすごいですね。これはファンは再生して、ぜひ、ミスターチルドレンさんをね、アーティストさんを喜ばせてあげるのがいいのかな。うん。TikTok で爆発的人気を集めた18歳のラッパー、リル・モジーが最新 MV 効果で全米チャートトップ20入りと。これどういうことかというと、まあもともとその TikTok で人気を博していたラッパーさん、モジーさん、この方の動画が実はその発表前にリークされちゃったらしいんですよね。ネタバレされちゃったらしいんですよ。で、そのリークした動画がいろんなところで違法アップロードされて、で、逆にそれがプロモーションになってトップ20入りしたということですね。
いやー、なんかネガティブマーケティングというか、すごい時代になったもんだなっていう感じですね。小池都知事、ヒカキン動画に登場、若者に新型コロナ対策呼びかけ。はい、4月10日ですね。小池都知事、本当ね、頑張られてますよね。今本当政治家の皆さん賛否両論あると思うんですが、あの医療関係の方、政治家の方、本当ね大変だと思いますが、頑張ってください。いやー、ヒカキンさんもうね、これ本当政界進出ありじゃないですかね。はい、宮迫博之 YouTube チャンネル登録者数70万人突破で歓喜の歌唱、エンカウント4月3日。はい、一時期ね、その伸びに陰りが差したといったような報道も見られた宮迫さんなんですが、もう最近では1ヶ月で10万人増えてると。いやー、羨ましいですね。というかさすがですね。はい、テンション高くて可愛いゲーム実況動画が話題の西村ほのかがゲームバラエティ番組の MC に、ニコニコニュース4月10日。はい、こちらも YouTuber さんのレガシーメディア進出の話題ですね。テレビ東京さんも本当攻めてますね。病院が溢れるのが嫌、さいたま市の保健所長、検査拒否の実態を告白し物議、ニコニコニュース4月10日。まあ、こちらはですね、告発した、YouTuber さんが、まあ、いるということで取り上げました。というか、昨今やっぱりコロナの絡みで、まあ、皆さん政治に不満を持たれる方も多分イライラの矛先ではあると思うんですが、不満を、吐露するツイートや動画が増えていく、いってるような気がするんですよね。で、そういう中で、いわゆるそのジャーナリズム、それが今度ジャーナリズムに発展するとまた日本の YouTube 界ちょっと面白くなるなということで取り上げました。再生回数が増えなくても影響力が出てくると、まあ海外ではもうそういったジャーナリズムやドキュメンタリーというジャンルがすごく確立してるんですけど、日本はまだと言われていたので、このコロナのタイミングでそういったジャンルが育つと面白いなということで取り上げました。プラットフォーム関連、収入激減の真相、 YouTube が収益3月〇〇円だったのに4月は点点点。これはサッサンというですね、 YouTuber さんの告発動画です。4月9日。これぜひ皆さん、YouTuber になりたいと思っている方はぜひ見てください。ゆきち何人分とズバリ答えてくれてます。アドセンス的にはこれ多分 NG なんですけど、ズバリ答えてくださってますので必見です。収入源についてはこちらの方も、柴田は新型コロナで収入激減、月250万円で生活できますか、ニコニコニュース4月10日。まあ、若干煽り気味なタイトルというところは柴田さんらしいんですが、まあ、こちらはですね、新型コロナで収入が減っているというよりは、まあYouTube のプラットフォーム関連で減っているというよりは、その営業で減っているという話が多かったみたいですね。 YouTube の広告単価が4月に入り激減か、 65% 減との報告も、ゆうちら4月7日。まあ、どうやら、アドセンス的にはその4月、要は 年初、年度始まりというのはもともと広告が、単価が減るという傾向があったそうなんですね。ただそれにコロナが追い打ちをかけているということだそうです。ゆゆうたさんのツイッターより4月9日、今 YouTube で再生されても再生数に反映されないというバグが発生しているらしいですね。一応私のサイトではなく、チャンネルではなかったんですが、まあ、ゆゆうたさんぐらいの再生回数ですとかなり減ってるんですかね。まあ、YouTube の中の人もコロナ関連でお疲れ様ですという感じですね。ゲーマーやストリーマーを支援できるサービス GG ギフトオープン、プレスリリース4月5日。はい、こちらは、まあ、いわゆる投げ銭的なですね、ギフトを、まあ、できる、そういったプラットフォームが誕生しましたよというリリースですね。 YouTube 5G で新型コロナ感染拡大陰謀論動画を削除へと、
いやー、これね、YouTube もいい迷惑ですよね。本当に。で、通信各社のその 5G アンテナが襲撃されるという被害も見られるようで、いや、これはね、通信キャリアも YouTube も本当いい迷惑ですね。はい。スマート TV ボックスの YouTube ビューアーアプリ終了のお知らせ。OCN 沖縄ケーブルネットワーク4月6日。はい。続々とですね、古いタイプの YouTube アプリは見られなくなると。Nintendo 3DS もね、もう見れなくなっちゃったんですよね。残念。YouTube のゲームチャンネルに蔓延する詐欺動画、その驚くべき実態。Wired.jp 4月9日。はい。まあ、海外で、特にライブ配信、ゲームのライブ配信のようなんですが、大量のボットで視聴者数を稼いで、そのことによって上位表示されるということを利用して呼び寄せた人たちに変なリンクを踏ませるとかですね、そういう実態が明らかになったそうです。チート行為とかもね、ダメですよね、絶対ね。 YouTube の関連動画が見られない？大障害発生か。リアルサウンド、ヤフーニュース4月10日。障害、こちらも障害関連のニュースですね。YouTube、まあ最近その、トラフィック制限とかもしてますから、本当ね、大変だと思うんですよね。関連動画も見られなくなってるという話もありますが、まあなんとか頑張ってほしいなと思うところです。トレンド関連。星野源さん、家でじっとしていたら新曲ができました。トゥゲッター4月4日。はい、これはもう、週のね、最初だったらでも皆さん、記憶に新しいと思いますが、星野源さんの、まあ、新曲というか曲にみんながどんどんコラボしていったというニュースの、まあ、トゥゲッターまとめです。ハッシュタグ、うちで過ごそうを呼びかけ、ウームクリエイターみんなでツイッター投稿4月3日。こういう時にですね、やっぱりウームに所属していると、まあ、ブランドが生きてくると。 YouTuber としてはブランドが生きてくるということですよね。なんかあんまりもね、なんか話題になってないっぽいんですけどね。なんででしょうね。ニューヨークはリアルバイオハザード、日本人女性の惨状報告が580万再生の反響。ユーチュラ4月5日。各地でその現場からコロナの惨状を報告する動画がね、続々と上がってますよね。いやー、だから本当ね、コロナ舐めちゃダメですよ、皆さん。あとは本当医療現場の方、本当ね、本当ご苦労様です。感謝しかありません。頑張ってください。ロッテルダム、フィルハーモニー管弦楽団のリモート演奏が YouTube で話題。タビラボ4月5日。まあ音楽関係のね、コラボ動画、星野源さんもそうですけども、まだまだ増えそうですね。で、そのコロナ対策、ディズニーも、発信してます。ディズニー、新型コロナ対策支援でオラフの新作 YouTube アニメやウェブ会議用の背景画像を提供と。IT メディアニュース4月7日。ディズニーもね、閉園で苦戦が続いていると思いますが、こういうところもね、ちゃんとフォローしてくれてありがたいですね。ゲーム実況、e スポーツ関連。マインクラフトを通じた音楽フェス、ニコニコニュース4月7日。いやー、マイクラ関連のニュースは不定期に飛び込んできますが、もうついに、もうプラットフォームですね。一時期のバーチャルリアリティ空間のイベント盛り上がりを、彷彿させますね。任天堂の集まれ動物の森、香港抗議活動の新たな活動の場に、ブルームバーグ4月9日。いやー、これも確かにありえるそうというか、まあ、出てきてごく自然だなという感じですよね。動物の森の、テクスチャをデザインできる機能があるんですよ。で、そこでいろんな抗議活動のこのプラットフォームを作るってことですね。プラカードか。まあ、出てくるべくしてって感じですよね。ですから、今後、このコロナショックが続く中では、
ゲーム実況というよりはそのゲーム自体がコミュニケーションのプラットフォームとしてデジタルクラスターとして多分社会のものすごく重要なニーズになっていくのかなということを予感させる、ニュースが2つ続きましたね。 e スポーツチーム魚群の番組がいよいよ開始、オープンレックで毎週木曜21時、 e スポーツプラス4月8日。はい、各所で人気の魚群という e スポーツチーム、もうそれぞれのプレイヤーがですね、それぞれファンを抱えているとんでもないチームなんですが、昨今マウスコンピューターの G-Tune というゲーミング PC ブランドからもスポンサードを受けて、ますます勢いが加速しそうです。レノボが新人 VTuber 発掘オーディションを開催、ゲーマー向け PC ブランドレギオン、4gamer.net 4月10日。はい、ついに企業もですね、 VTuber とゲーミング PC 絡めてですね、プロモーションしてきましたね。いや、これは今後も増えそうですね。フォロワー1000万人のインフルエンサーを抱えるゲーム実況2大プロダクションが正式合併、背後にテンセントなど、これは中国の話なんですが、3月26日の記事をちょっと掲載し忘れたので、今週ご報告します。とにかく今中国のゲーム実況メディア界隈は本当にドラスティックな動きが多くて、ニュースにこと書かないですね。チームビーストはサイゲームスからミルダムへ、渦中の梅原氏に聞くその決断と2020年のプロゲーマー事情、 4gamer.net 4月3日。いやー、梅原大吾さん、梅原さんもついに中国資本へですよ。ミルダムは、中国資本の、ゲームライブ配信サイトですね。いやー、ますます日本もですから無縁な話ではないっていうことですよね。マインクラフト、一つのワールドで5年以上ひたすら地面を掘り進める動画でマジでやばい、ニコニコニュース4月8日。マインクラフト系は本当不定期に出てきますよね。今度はもうとにかく掘り進める話で、2014年にスタートしてまだ終わらないというところでのニュースですね。いやー、すごい。ダルプロスピでも寄付金、一生ごとに1万円、サンケイスポーツ4月6日。ゲーム好きで知られるダルビッシュ選手なんですが、最近ですねサブチャンネルを立ち上げました。でその中でプロ野球スピリッツというゲームをやっていて、そこで勝つごとに寄付すると。いや、ほんとね、ほんとなんか偉いし、話題作りもうまいし、なんかね、いいです、いいキャラですよね。 e スポーツプレイヤー服部彩香が初の水着グラビアに挑戦、 RBB トゥデイ2020年4月9日。美人すぎる e スポーツプレイヤーさんなんですが、まあもともとはスターダスト所属の芸能人さんですね。ですから本当にその芸能人さんと YouTuber さんの垣根が徐々にもうなくなっていく動きがもうどんどん出てきますね。ザワチンが e スポーツ参戦、荒野行動のチーム設立に応募者1000人超え、トースポ4月3日。いやー、ですから本当にインフルエンサーさんがで特に女性で男性に人気のある女性インフルエンサーさんならもうとにかく集まりそうですよね。いや、だから今本田翼さんが e スポーツチーム作ったら多分とんでもなく集まるんじゃないでしょうかね。データ統計関連、子どもの YouTube 利用は7割、小学館のサライ公式サイト4月3日。まあ、YouTube 関連、まあ、このコロナの昨今で視聴が増えてるのは、まあまあ、そういうデータにも出てるということですね。最新版、YouTube に参入した芸能人 YouTuber ランキング、ニコニコニュース4月6日。もうこれは佐藤健さん圧勝ということですね。最高に面白い YouTuber ランキング、グーランキング4月4日。こちらは、
検索サイトのグーの独自アンケートで2500票から集計したものです。フィッシャーズさんやヒカキンさんなど大物 YouTuber さんが軒並み入っています。ウームネットワークのチャンネル加入総数が1万チャンネルを突破、ソーシャルゲームインフォ4月6日。ウームネットワークというのは、ウームのそもそもの、事務所に付随する、まあ、コミュニティなんですね。ですから、まあ、ウーム予備軍みたいな感じです。そこはお金を払って、コミュニティに参加するというものなんですが、そこの、登録者数が、まあ、1万を超えたということですね。ですから、まあ、ウームが提供する素材なんかも確か使えるっぽいので、まあ、興味ある人は、確かそんなにすごい高い金額ではなかったので、興味ある方は加入されるといいんではないでしょうか。ライブ配信サービスを7割強が知っている。認知はニコ生、YouTube、BCN プラス R 4月8日。意外とですね、インスタライブが認知が低かったので、ちょっとそのデータに偏りがあるのかなとは思いました。ニコ生が1位ということは、ちょっと男性寄りなのかなっていう気はしますね。インスタライブは一方で女性の認知むちゃくちゃ高いとは思うんですけどね。新規チャンネル開設およびその他、今週もですね、多くの有名人の方がチャンネルを開設しました。井上和彦さん、おいしんぼの山岡志郎の声優さんですね。石田ニコルさん、アインシュタインさん、今井あさみさん、成田美鈴選手、中原由紀さん、福井セリナさん、益子優さん、ハイダショウコお姉さん、それから声優の梶裕貴さん、あとピエール滝さんは、これは番組が、チャンネル解説というよりは番組が、できたと。それから錦戸亮さん&赤西仁さん、アメリカザリガニ&ナス中西さん、そして、カシオペアの、ギタリストの野呂一生さんですね。石田ニコルさん、梶裕貴さんね、いやー、ハイダショウコお姉さん、今週も大物がどんどん参入してきましたね。さて、それ以外で気になったニュースです。高濃度のスピリッツアルコール77を製造開始、プレスリリース4月3日。これは酒造メーカーがお酒じゃないって言って販売しようとすると、とんでもなく面倒なので、アルコールとお酒として売ったんだけども、まあ酒造には消毒にも多分使えるよ的な、ニュースで話題になってました。それから、次ツイッターですけども、国内人気エロ漫画統計、エロ漫画読み放題サービスのコミフローが集めたデータをもとに都道府県別人気ジャンルを発表と。このあたり、アダルト、セクシー系の方はぜひチェックしてみてください。どなたかインコ、大盛りの動画をいただけないでしょうか。これは最前線で活躍されている看護師さんが癒される動画くださいと言ったら、ものすごく可愛いインコの動画が集まったというほのぼのする話題でした。ぜひぜひ、鳥好きの私としてもたくさん見てしまいましたね。いやでも本当ね、医療関係の方には頭が下がります。本当に大変ですけど、ぜひ気をつけて頑張ってください。はい、というわけで今週もですね、いろいろなニュースがありましたね。まあコロナ関連でなんとかみんなで乗り切ろうという動画がね、たくさんあったと思うんですが、一方でその YouTube 人気の高まりに乗じて、そのプロダクションや企業のプロモーションを活性化させていこうという動きの始まりのような、帯同のような動きも見られたことがとても興味深かったです。こんなご時世ですが、とにかくね、明るく前向きに、頑張っていこうというところを正気に捉える動き、今後も広がっていくのかなと思いました。いやー、ほんとね、僕も頑張らなきゃだって感じですね。いやー、そう、アフターコロナを目指してね、皆さん頑張りましょう。
はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。来週が皆さんにとって良い1週間になりますように。おやすみなさい。